ハイタイ市民の皆様、那覇市長の城間美希子です。現在沖縄県では新型コロナウイルス感染者数が日を追うごとに増加しています。これにより昨日沖縄県独自の緊急事態宣言は2週間延長され、今月29日までとなり、警戒レベルも第4段階の感染まん延期に引き上げられました。本市においても市内小中学校の臨時休業が8月23日まで延長されることとなりました。また市内のさまざまな施設が臨時休館となっており、市内公園施設も当面の間閉鎖の措置をとっています。どうか市民の皆様には3密を避け、不要不急の外出自粛を徹底するとともに、会食、会合や夜10時以降の外出を控えていただくなど、具体的な行動による感染拡大防止に努めてください。そして今一度基本に戻って、ソーシャルディスタンスや日常生活における手指の洗浄、消毒の徹底などに努めていただくようお願い申し上げます。ユタサルブトゥ・ウニゲーサビラ。